サイド。サイドは、アニメ作品群、ガンダムシリーズのうち、宇宙世紀を舞台にした作品で用いられる、架空の中域名である。宇宙での一部の中域名の説答語で、後ろに番号をつけることで、スペースコロニーの集合体を指している。各サイドは、地球と月の、各ラグランジュポイントを中心とした楕円に近い軌道に設置されており、 建造順に番号が振られている。初期設定では地球を挟んだ反対側のガツキ道場に配置されたルナ2側のラグランジュポイントを含めた6に1サイドずつが配置されていたが、現在ではルナ2はサイド7と共に L 点付近に配置さ、その他のサイドも月とのラグランジュポイントに存在する設定となっている。機動戦士、ガンダムとそれ以降の作品では一部のサイドの場所と、 番号がずれているが、それは一年戦争後のコロニー再生計画の結果によるものとされている。作品にもよるが、一つのサイドで1億から20億人程度の人口を持つとされる。また劇場版、機動戦士、ガンダム E 巡り合い宇宙編では、サイド3の総人口が1億5000万人と語られている。しかし、ラポート社の機動戦士、 ガンダム宇宙世紀ボリューム1歴史編などの設定資料では一つのサイドで10億人、サイド3、好み20億人とする説が取られている。漫画、機動戦士、ガンダムザオリジンでは一つのサイドで1億2000万人前後の人口とされている。このため下本作では地球環境の悪化に歯止めがかからず、地球上に大量の難民が発生している。 なお、機動戦士、ガンダムの総監督、富野義行、現、富野義行が放映4ヶ月前にまとめ上げた、機動戦士ガンダム設定書によると、スペースコロニーは、全長32キロ、直径6キロの円筒の中に3600万人を収容する人口の宇宙植民地で、その1台を1番地と呼称し、1サイドは36から40番地、1番地3600万人として、 一サイドに13億人以上とされている。漫画、機動戦士、ガンダムギレン暗殺計画では、サイド3の居住用コロニーが約40基、1基あたりの収容人口を約1、0000 000 000人としているが、一年戦争時は出兵、疎開により人口は3分の1以下に減少し結果、戦争末期の12月の総人口は1億5000万人になっているとされている。 その他のサイドについてはいくつのコロニーがあるのかは不明。サイド全体についている愛称の語源については関連書籍に記述が全くなく不詳である。この愛称は機動戦士ガンダム設定書で既に使用されており、サイド7の未相案及び設定書で使用されていたトアからノアに変更されている。宇宙における生活拠点はサイドや月以外にも 独自の軌道を取るコロニーや宇宙要塞等が存在している。また、ラグランジュポイント付近にはしばしば戦乱で破壊されたコロニーの残骸などのスペースデブリが集積して暗礁中域が形成され、反地球連邦勢力の拠点となることもあった。宇宙世紀のスペースコロニーのほとんどはシリンダー型で3枚の最高ミラーを持つ開放型だが、サイド3だけはミラーのない。 密閉型、開放型の最高ミラーの代わりに、人工太陽灯を光源によるタイプが主流である。開放型コロニーの最高部は、川と呼ばれる。なお、シリンダー型コロニー1機の人口についても300万人という、説や1500万人という説がある。OVA、機動戦士ガンダム0083スターダストメモリーでは、 戦後のコロニー再建計画のコロニーシーンが描かれているが、シリンダー型コロニーを2機1組にして、互いに逆回転させることでトルクを相殺している。他作品では、そのような描写は見られない。コロニー内の交通機関としては主に、エリカと地下鉄。ただし、コロニー外壁の外側に設けられた軌道に沿って走る、懸垂式モノレールのような形態が用いられる。 機動戦士ガンダム UC では、コロニービルダーと呼ばれる、密閉型コロニーを建造する円盤型内紙、管型の巨大プラント、メガラニカが登場。建設途上のコロニーの一端に蓋をするように、取り付いたコロニービルダーが、パネルを次々とレールで送り出してつなぎ合わせていく、多層構造のコロニー以外壁の構築と、それを追って内装工事と住民入居が、 並行的に進められていく過程が描かれた。なお、現時点で宇宙世紀において最も未来の時代を描いた g セイブアーにおいては、本編以前の地球連邦崩壊に伴ってスペースセツルメントという故障に改められたという設定になっている。各コロニーにはサイドごとにバンチを単位とした番号が振られ、名称、愛称が付けられている。しかし、 一ンチあるいは名称のいずれかしか判明していないコロニーも多い。一ンチはテレビ版、機動戦士、ガンダムの設定書、原案からコロニーの数の単位として使用されている。小説版では元の振り仮名として使われているが番号としては第番のコロニーと表記されており、ガンダムセンチュリーやモビルスーツバリエーションでもこれを踏襲している。 番号の単位として一般化したのは、続編のテレビアニメ、機動戦士、ガンダムからである。漫画、機動戦士、ガンダム宇宙のイシュタムでは、バンチはすなわち、バンチであるとし、一つのバンチに四基のコロニーが配置されるとしている。ただし四基のコロニーが近接して並ぶ光景は、同作品以外には見られない。漫画、OVA、機動戦士、 ガンダムザオリジンでは、バンチに、数字ではなく、首都バンチのように用途などを表す単語が付与されている。また、名称の頭に、アイランドが付くコロニーがいくつか見られるが、固有の名称に含まれるものなのか、すべてのコロニーの名称に付く単語であるかは不明である。サイドは、数字の小さい順に、コロニーは、バンチの数字の小さい順に記載。 ザオリジンのバンチはその後に50音順で記載。バンチの数字が不明な場合はその後に、コロニーの名称を50音順で記載する。月と同じ軌道で月より、後方のエルテン付近にある。人類が最初にスペースコロニーを建設し、宇宙移民が開始された、中域である。一年戦争の初戦で、大きな被害を受け、また、ジオン軍の宇宙要塞ソロモンが置かれている。軌道戦士、 ガンダムの序盤の舞台となった。月と同じ軌道で月より、前方のエルテン付近にある。一年戦争の初戦で壊滅するが、宇宙世紀87年頃には50番地ほどに再建され、建造途中のコロニーもある。また、グリプス戦役中は、再度に全体が中立を表明している。軌道戦士 V ガンダムでは、149年に、 ザンスカール帝国が建国されている。当時は、連邦軍の研究機関とサナリーサイドに死者が存在しているが、ザンスカール帝国に接収される。月の裏側で、地球からは最も遠いエルテン付近にある、ジオン広告発祥の地となった。エルテン付近には、ジオン軍の宇宙要塞やバオア空も置かれていた。ジオン大君によって、サイド3に、ジオン共和国が建国された後、 サイドに存在する解放型コロニーを密閉型コロニーに改造し、工業生産能力と人口の収容能力等を他のサイドよりも増強させられている。また、ジオンの本国として、ズムシティが置かれ、一年戦争ではアバワクー、ソロモン、グラナダを本国に対する防衛拠点とし、それらを結んだ線を防衛ラインとして成立させ、万全の防衛体制をとる。一年戦争末期。 ソロモンが地球連邦軍に攻略された後、8月や攻略戦前の説ありには、第三番地コロニー、マハルをソーラレーへ改造するために住民を強制疎開させる、もともとマハルは混争コロニーだったため、改造された原因となっているなど、戦争の旗色が悪くなり、一般住民に直接影響が及ぶ場面もアニメで描かれている。 1> 星1号作戦の目標が判明する頃には、駐留する部隊はアバオア空防衛のために動員され、艦隊がほとんど残らなかったが、最終的にアバオア空は陥落、防衛拠点のうち二つが攻め落とされた時点で、ジオン広告改め、ジオン共和国は連邦政府と終戦協定を結ぶ。これにより、ジオン本国への直接攻撃は辛くも回避され、他のサイドのほとんどを、 ジオン広告が徹底的に破壊したことにより皮肉にも最も工業生産能力を温存していたサイドとして終戦後はコロニー再建計画等に関わることとなる。ジオン共和国は宇宙世紀100年に自治権を放棄して消滅した。機動戦士ガンダムシルエットフォーミュラ91や漫画版機動戦士ガンダム界90に登場した暗礁空域ゼブラゾーンは 月の裏側にあるが、サイド3との関係は不明。機動戦士、クロスボーンガンダムダストの宇宙世紀169年では、宇宙戦国時代を経て、ジオンの後継を名乗る組織、国家によって4分されている。エルテン付近にある、一年戦争初戦で壊滅的被害を受けた。コロニー再生計画により、名称がサイド6に改められた。漫画、マンガ 機動戦士、ガンダム・サンダーボルトでは、コロニーや、艦船の残骸が密集して絶えず放電を起こしている、ことから、サンダーボルト注意機と呼ばれている。作中では、宇宙要塞やバオア空への補給路として聖中堅を握る、広告軍のスナイパー部隊と、元ムーア居住者たちで編成された、連邦軍のムーア同胞団による、故郷再建のために、 中域奪還を目指す戦が行われている。地球と月の間のエルテン付近にある、一年戦争の初戦で、ルーム戦役と呼ばれる大艦隊戦が行われ、ほとんどのコロニーが壊滅している。ミラー調節不能ながらも機密性を保った唯一のコロニー、テキサスは、両軍とコロニー校舎との協議により、非武装、非公船地帯に指定される。このことからこの中域は、 テキサスゾーンとも呼ばれる。1年戦争後、旧サイド5付近の暗礁中域に、ジオン山東軍である、デラーズフリートが、自らの本拠地ウバラの園を築いている。コロニー再生計画によって、名称がサイド4に改められている。その後長らく放置されるが、宇宙世紀110年代から再建計画が実行される。この頃から、フロンティアサイドと呼ばれ、 新技術のコロニーが建造されて開拓者の入植も激しい中域となり、機動戦士ガンダム海91の主要な部隊となった。宇宙世紀220年代を舞台とする g セイブアーでもサイド4として存在が確認できる。L10 付近にある一年戦争序盤に中立宣言を行ったサイドで、当時は独自の通貨も発行している。戦後のコロニー再生計画により、 名称がサイド5に改められたとされるが、映画、機動戦士、ガンダム NT では、宇宙世紀97年時点でも、戦時中から一貫して、中立を標榜してきたサイドとして、名称はサイド6のままとしている。宇宙世紀79年1月11日に中立を宣言し、ジオン公国、地球連邦どちらの戦争行為にも加担しないことを、 両陣営に伝えている。それ以降、戦争には表向き巻き込まれていない。開戦当初はジオン寄りの態度であるが、戦局の変化に伴い連邦寄りへと態度を変化させ、一年戦争終盤では極秘に連邦軍の実験施設まで作られている。再度6が中立を維持できたのは、軍事力ではなく、政治力と工業力によるところが大きいとされる。陣営を問わず、 各地の政財界や軍部など、各界の首脳とその子供が多く住んでおり、ここを攻めることは、自陣営の内部崩壊をもたらしかねない。また、もともと商工業が盛んであるため両陣営に、武器の部品類などを輸出し、コロニー落としにより、工作地が減少した連邦に対しては、農物も輸出している。漫画、機動戦士、クロスボーンガンダムダストでは、 宇宙世紀169年に複数存在する主人公のホームグラウンドとなっている。月と同じ軌道で地球から見て月とは正反対のエルテン付近にある。一年戦争当時は建設が開始されたばかりで未完成だったが居住が始まっていた頃に一機が軌道戦士ガンダムの物語の発端になった。エルテン付近には 地球連邦軍の宇宙用サイルナ2も置かれている。一年戦争終了後に再建され、グリーンオアシスと解消される。ティターンズの拠点が置かれ、機動戦士、ガンダムにおいても物語の発端の場所となっている。しかし、その後の戦乱で、既存のサイド再建に人手を取られて、新規のコロニー建造ができず、コロニー1機だけでは、生活物資の自給自足も、 ままならないためザンスカール戦争以降の時代には放棄されいる。機動戦士、クロスボーンガンダムダストの時代には残骸と化したコロニーレーザーの一部に不法に居住する者たちがいるだけのようである。テレビ映画 G セイブアーにて作品後半の舞台となったサイド。場所はシンサイド4と同じ L 10に位置する。ガーアとは第一の意味。 ギリシア神話に登場する最古の大地の女神の名でもある。劇中の時代である宇宙世紀223年においては地球連邦はすでに崩壊し、旧連邦派は地球寄りだったサイド2、3、5、7とまとまったセツルメント国家議会にサイド1、4月期とともにセツルメント自由同盟を形成しているが、サイド8は当時建設中であったためにサイド6と共に どちらの勢力にも属さず、中立を保ている状況にある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。